はい、それではクロノトリガー続きやっていきましょう。前回はグランドリオンの修復に必要なドリストーンと言われる石を探しにこの原始時代までやってきましたと。で、ドリストーンの方はね、まあ手に入ったんですが、ちょっとその過程でなんとゲートホルダーを誰かに盗まれてしまうと。で、ゲートホルダーなかったらゲートが使えないので、つまりは原始時代から出ることができないという状況になってます。というわけで、一刻も早くゲートホルダーを取り戻さなければならないので、まずは基本ですね、引き込み行きましょう。ちょっとね、今回ねだいぶ長くなりそうなので、なるべくもう手早くやりたいですね。で、このテントに入ってこの子供に話しかけると、俺見た、恐竜人広場から出てきた、南の迷いの森入った。というわけで、早速目撃者がいましたね。恐竜人は南の迷いの森に入ったと。というわけで、もう早速行っちゃいましょう。一応ね、他にもいろんな情報を得られるんですけど、まあそれはちょっと私がおいおい解説していくことにします。で、なんか突っ立ってる人がいますが、あれはですね、キーノと言って、まあ例えるならば、なんだろうな、ナンバー2って言ったらいいのかな。エイラの次ぐらいのポジションなのかな。エイラはね、いずれキーノと結婚するらしいですよ。キーノ、ここで何してる？どうした？いえ、キーノ。ごめん、エイラ。黒たちのもの、キーノ、盗んだ。というわけで、恐竜人が犯人と思いきやですね、なんと、キーノが犯人みたいですね。どういうことなんでしょうかね。なぜ取った？キーノ、エイラスキー一番。エイラ、黒スキー言う。キーノ、それ、いや。というわけで、どうやら焼き餅を焼いてたっていうことですね。まあ、好きの意味がちょっと違うとは思うんですが、ちょっとそこら辺がちょっとキーノは分かってないのかな。はい。もう分かんない奴には、ぶん殴るというね、拳で分からせるっていう。それがエイラ流ですね。キーノ、なぜ殴られた？分かるか？エイラ、キーノ好き、違うから。それ違う。エイラ、キーノ一番好き。だから、いけないこと許さない。それ違う。そうですね。好きだからこそ、間違ったことやってたら、それは違うよ、ということを教えてあげるのも、それも愛ですよね。ごめん、エイラ。ごめん、クロ。さあ、クロたちに大事なものを返す。ない。恐竜人、持ってかれた。恐竜人、どっち行った？この木の間、入ってった。まあ、足跡が続いてますから、見ればわかるんですけどね。はい。というわけで、この足跡を追いかけて進んでいきましょう。で、これ、迷いの森っていうだけあってですね、非常に見通しが悪くて、本当に迷いやすいです。で、一応、道しるべのために、恐竜人の足跡があるんですけど、その恐竜人の足跡さえもですね、途切れ途切れになってるんで、まあ、とにかく、なんていうの、目印の手をあんまりなしてなかったりもします。なので、とにかく、歩ける場所を見つける。とにかく歩ける場所を見つける。まあ、かなり時間かかっちゃうかもしれませんが、それが一番早いっていうか、もう解決策になってないですね。まあ足跡がある程度目印になるんですけど、まあそれに頼りすぎるとなんかね、道間違えたりもするんで。はい。ね。で、これ恐竜人の足跡こうあるんですけど、こっからどう行けばいいんだって一瞬わかりづらいんですよね。まあここなんですけど。で、こっから、こっちなんですよ。めっちゃわかりにくいでしょ、これ。こんなんわかんねえよって感じなんですけど。で、ここなんですよね。はい。でも基本的にもう戦闘は逃げちゃいます。もうあらかじめエイラとルッカはね、瀕死にしてあるんで、もうひたすら逃げます。あ、エイラが無駄死にした。まあ、いっか。
はい。で、事前にね、買い物とかも済ましてます。で、ちょっとね、この原始時代なんですけどね、買い物が若干特殊でですね、普段我々が使っているお金はですね、ポーションとかミドルポーション買うときにしか使えないですね。武器とか防具を買うときにはどうすればいいかっていうと、敵を倒すとですね、角とか花びらとかそういうものを落とすんですが、それと交換という形になりますね。早く逃がして。はい。でですね、伊岡村の北の方にですね、狩りの森っていう場所があるんですが、その狩りの森がですね、非常にそういう角とか、ね、花びらとかを集めるのに非常に都合がいい。これ間違ったかな？下降りないとダメか。あ、いや、合ってるかな？もうね、わかんないんですよね。足跡がね、あ、これは、合ってんのか間違ってんのかわからんな。まあ、とりあえず逃げちゃいましょう。はい。まあ、とにかくですね、ここでわざわざ戦闘しなくても、狩りの森に行けば、いくらでも角とか、花びらなんか手に入りますし、で、狩りの森の敵は非常に弱いので、安全性から言っても、そこを使う方がいいと思います。ではですね、迷いの森抜けたので、この謎の洞窟。これはですね、恐竜人のアジトなんですよ。ここに入っていきたいと思います。こっからですね、恐竜が出てきますね、敵に。で、恐竜はですね、普段は物理に非常に強くって、もう全然ダメージ与えられないんですけど、サンダーの魔法を使うことで感電させることができるんですね。で、感電した状態だったら動きも止まるし、で、さらには防御力も下がると。その状態だったら物理が普通に通るようになります。まあ、それはね、私が無視した伊岡村の人から情報を得られるんですけど。で、こいつもですね、まあ、結構硬いので、魔法を使って始末した方がいいと思います。で、ちなみにですけど、この戦闘はね、逃げれないです。結構逃げれない戦闘が多いので、まあ、ちょっと注意した方がいいかなと思います。で、こんな感じでね、こう穴があるんで、これを調べて、下にどんどん下がっていくと。基本的に目についた穴に入っちゃえばいいですよ。ただ、アイテムを回収したいとなると、ちょっと工夫がいりますね。さっきのエイシトビートルっていうやつがですね、穴を掘るんですね。待ってると。で、そいつが掘った穴を利用しないといけない場所とかも確かあったはず。アイテムを回収するんであれば、エイシトビートルが穴を掘るのを待たなければいけない。はい。で、こいつは恐竜なので、物理が基本的に効かないです。なので、サンダーで感電させてから殴りかかりましょう。なんで俺ばっか狙うかな。まあ、ちなみにですけど、ルビーベストっていう防具を着てるので、火には強くなってますね。お、いいね。あとはルッカですよ。ちなみにこいつからも今は逃げれないですね。で、俺じゃないよ。俺じゃないんだよ。これやばいな。これ黒のばっか狙われるかもし、あ、いったね。よし、じゃあサンダーで感電させましょう。ただ感電はずっとは続かないので、しばらくすると感電状態が溶けちゃいます。そろそろ溶けると思います。そしたらもう一回サンダーをかけます。こいつはね、魔法防御も低いので、サンダーでだいぶダメージを与えることができるんですね。だから、まあまあ、割と早く倒せるかな。
はい。で、確かこの下に、だいぶ荒ぶってる恐竜人がいるんですけど、そいつらからも逃げれないはずなので、こいつらにはなるべく触れないようにしたいところです。で、この恐竜人とはやってもいいかなと思います。で、先に恐竜人を始末したいんですけど、あーやばいな、寝ちゃう？寝ちゃったか、やっちまったね。これじゃないんですよ。ちょっと待ってね、回復しないとまずいかな。あ、いけるね。じゃあサンダーでまずは恐竜に始末します。やっぱ眠らされるのが痛いんで。で、サンダーで多分一発サンダー当てちゃえばもう多分こいつからダメージを受けることはないと思います。あとは感電中にひたすら切っていく。あれ？溶けちゃったかな？溶けてたのか。あれ意外と早いな、溶けんの。気づかなかったですね。てっきり2ターンぐらい持つかと思ってたんですけど、割と早く溶けちゃいました、ね、うん、 OK です。そうか、ちょっと今回戦闘をだいぶ無視しちゃったからレベルが上がらなかったな。まあ、多分大丈夫だとは思うんですけど。はい。ああ、怖い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 。よいしょ。はい。こっからはですね、戦闘は全部逃げれるので逃げちゃいます。多分これポジション的にルッカとかあんまり狙ってくれない可能性が高いから。あ、狙ってくれたね。まあでも戦わなくていいんで逃げちゃいます。あのサルガッサってやつがね、 MP 吸ってくるんでめっちゃ鬱陶しいんですよ。なのでもうとっとと逃げちゃいます。で、今横穴が見えてますけど、確かこの先にはエリクサーかなんかがあったと思いますが、今回は回収せずに行っちゃいます。はい。で、ここに門番みたいにこいつらがいるんですけど、これも逃げれるんで逃げちゃいます。で、こいつらとの戦闘が終われば、セーブポイントが出てくるんで、そこでセーブしたいと思います。うん。で、ここに出ますね。じゃあちょっと一旦セーブします。はい、セーブ完了です。じゃあですね、もういよいよボス戦があるので、MP 回復しときます。MP 結構使うんで、多分24で足りないですね。微妙だけど。いや、満タンまでいっときましょう。4ぐらい大丈夫かなって思うんですけど、まあまあ、いいでしょう。では行きます。これは一体。本当にあの猿どもがこんな高度なものを。はい、出ました。恐竜人のリーダー、アザーラですね。来たな、猿が。ほう、お前たち、エイラたちとは少しばかり出来が違うようだな。ちょうどいい。この装置は何に使うものだ？アザーラ頭いいってエイラ言ってましたけど、もう間違いないみたいですね。ゲートホルダーがなんかすごいテクノロジーのものだっていうのがどうも分かってるみたいです。はい、そんな簡単には教えたくはないので嫌だよ。では仕方ない。話したくなるようにしてやろう。いでよ、ニズベール。はい、というわけでガチムチのトリケラトプスさん、ニズベールさんとのバトルになります。まあ、と言ってもですね、彼もまた恐竜なので、
やっぱりですね、サンダーを使って感電させることができます。っていうか、それやんないと多分、まともにダメージ与えられないですね。ただ、彼が、その辺のボンピャクの恐竜と違うところはですね、感電してもですね、その受けた雷のエネルギーを放電することができるっていう、そういう特殊能力があります。で、その放電がすげえ痛いです。で、2回ぐらいダメージを与えたら、備えた方がいいです。で、この放電までの、なんていうの、感電してる時間がね、なんか、結構まちまちなんですよね。なので、結構ね、これ、タイミングずらされることが多いんですよ。だからちょっともしかしたらね、事故で死ぬかもしれませんね。まあ、そんなことがないようになるべく頑張りたいと思うんですが、もう一発いけるよね。もしかしたらいけるね。よし、電気エネルギー放出の後に回復をしましょう。いやー、実はですね、この収録はですね、取り直してるんですよね。なんでかっていうとですね、まあ昨日撮ったんですけど、ちょっとその後にですね、何を思ったかですね、私パソコンのファイルの整理をしようなって思って、で、また私、ファイルを削除するときって、シフトデリートなんですよ。要は、ゴミ箱使わないタイプでして、まあ何を言いたいかっていうと、せっかく収録したデータを間違って消してしまったと。というわけなので、またこうやって改めて取り直しております。まあ、そんな裏話も交えながらね。痛い痛い痛い。突進がね、痛いんですよね。突進がね、結構下手したら70くらい食らう時があるんで。今回は割と、あれですね。放電までのスパンは一定ですね。前なんか全然ね、一定しなくってね、すげえ苦戦したんですよね。ひどい時はね、私は攻撃を選択した瞬間に放電してきたことがあって、マジで死にかけたんですよ、その時。大丈夫かな？多分2発ぐらいはダメージを与えても大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとこれは待機ですね。あ、ほら、ね。ね。ちょっと一定しないでしょ。なんかね、どういう理屈かわかんないんですけど、なんか放電までのスパンが不安定なんですよね。なので HP の回復のタイミング次第だね、もしかしたら本当にやられちゃうかもしれない。いけるかな。いいですね。このクリティカルが何回出るかにもよるんだよね。MP が尽きないかどうかっていうのは。結構ね、MP ギリかもしれないですね。前回の収録の時はね、1個レベルが上がってたんで、MP もちょっと余裕があったんですよね。まあまあ、自信はいいよ、自信は。全然自信は構わない。突進に比べたらまだ危険性は少ない。はい、このなんか防御力下がってる時のこの動きがね、どう見てもなんかこう和式で気張ってるようにしか見えないんですよね。お、調子いいね。ちょっと和式で気張っている間に私は待機と。うわ、もうなんかもう放出っていう単語とこのポーズがね、絶妙に絡み合ってしまってですね、嫌なイメージを思い浮かべてしまいますね。もしかしたらあれかな、こいつ、その放電してから1回ぐらい行動させた方がいいのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけどね。こいつのその放電までのタイミングのズレの理由が、まだ謎が解けてないんで。ほら。あれかな、やっぱ、1回行動させた方がいいのかもしれないですね。
なんかさっきからそのこいつは行動する前にサンダーを撃った時がずれてる気がする。ちょっと MP やばいかもしれないな。大丈夫かな。ちょっと試してみますか。あえてこいつを先に行動させてからサンダーで感電させる。うん、やっぱ余裕があるよね。こいつは行動する前にサンダーが撃てそうだったら、あえてちょっと待機してみるか。じゃあこれどうだろう。これでタイミングがずれることがあるんだったら、私の説は立証ならずなんですけど。いいね、いいね。カウンターじゃねえわ、クリティカル。いいね。うん、やっぱそうなのかな。放電してから一回行動させた後でダメージを与える方が、あ、サンダーをかける方がいいのかな。ただ HP の残量が微妙だな。大丈夫かな。まあ230あったら耐えはすると思うんだけど。お、いいね、クリティカル出たね。ただね、こいつ結構 HP があるんですよ。4500ぐらいあったかな。だからまだまだかかりますね。なんか放電のダメージ上がってねえか、気のせい。よし、いいですね。あえて向こうを先に行動させてから感電させる、うん、その方がなんかタイミングずれない気がするけど、どうなんだろうな。お、いいね、いいね、クリティカル出たね。あ、やっぱそうかもしんない。うん、放電してから水ベールを一回行動させて、それからサンダーだな。そうすればタイミングがずれることがないから安全に戦えるかな。あって言ってるそばから、あ、でもこれでちょっと確証が得られるかもしんない。これでずれたら、これでずれたらあれですね、私の説の立証なるってわけですね。あ、やっぱそうだね、やっぱそうみたいですね。うん、やっぱり水レールを先に行動させないとダメなんだな。うん、いやー、謎が解けた、謎が解けた。よかったよかった。もうね、なんかずっと気になっててね、なんでこいつが先に放電すんのってずっと思っててさ、おかしいなーって思ったんですけど、そういうことですね。いやー、よかったです。すっきりして、いろんな意味ですっきりして倒すことができました。いや、取り直すもんですね。いや、取り直してよかったかもしれない。イズベルがサルどもに負けるとは。さあ、クロたちもそれ返せ。だが覚えておれ、この大地は我が恐竜人のものだということをな。貴様たちサウナとに譲りはせんぞ。うん、まあ多分アザーラはこれが何か知りたがってたんで、壊すようなことはしないと思いますね。他の恐竜人も違ってアザーラ頭いいですからね。いつでも来るアザーラ、エイラ負け。うげ、ちょっと様子がおかしいですね。あー、やめてください、やめてください。なるほど、どうやら朝からずっと我慢してたみたいですね。黒行くか、エイラつまらない。ありがとうエイラ、あんたにはいろいろ教えられたわ。ごめん黒、キーノ強くなる、黒よりも。そうですね、キーノが強くならないとやっぱり危ないですからね。
また来い黒、宴やる、飲む、食べる、踊る、戦う、楽しい。はい。ではですね、ドリストーンを持って、もともとの目的はグランドリオンを再生させることなんで、これを持ってボッシュのところに戻りましょう。ここもね、かわしにくい敵っていうかいるので、もうこれはしょうがないですね。これはもう逃げます。うん、一回時の三匹に送ったらロボを回復しちゃいましたね。で、これもかわせないかな。あ、いけた。なるほど、ああやってかわせるんだ。なるほどね。いや、取り直すもんですね。いろいろ謎が解けてる。はい、じゃあ戻ります。このゲート一番怖いですよね。いやー、久しぶりに戻ってきたね、時の最果て。ではこれだったかな、これですね。もう微動だにしないっていう。このメリーナ村をの意識改革を起こせるイベントとかもあるんですけど、どうしようかな。それね、やらなくてもいいんですよね。まあどうするか皆さんのコメント次第ってとこにしときますか。はい、では取ってきたぜボッシュ。おー、それじゃ、そのドリストンがあればグランドリオンを修復できるぞい。しかし、グランドリオンといい、ドリストンといい、一体どこで。ま、いいわい、ちょっと待っておれ。私も手伝うわ。はい、というわけでルッカとボッシュでグランドリオンの修復をしてくれるみたいです。さてと、さてとしか言わないのか。うん、多分こうやってね、ちょこちょこ会話をしていればそのうちイベントが進むはず。うん、グランドリオンを修復するにはドリストンを生成するだけでなく剣を活性化させる必要があるのじゃ。お主はドリストンを生成してくれ。わしは剣の活性化を行う。もう何言ってるか分かんないですね。うん、これはあれですね、今2回同じセリフが流れたってことはほっとくべきなんでしょうね、これは多分。と言っても話しかけちゃう。この剣を活性化するには一度は折れて力を失った剣の本体に再び命を吹き込まねばならぬ。剣を活性化される呪文は高度で難しいものなんじゃ。しばらく話しかけんでくれんか。すいません。早いな。早いよ。ルッカを冷やかそうと思ったのに。はい、というわけでいよいよグランドリオンがその真の姿を取り戻すみたいですね。待たせたの。見るがよい、これこそがグランドリオンじゃ。不思議です。このグランドリオン自体に精神エネルギーが感じられます。
ま、わしにかかればこんなもんじゃて。では黒のグランドリオンを変えるごとに渡しに行きましょう。うん。ま、その前にちょっと買い物させていただきます。減っちゃったミドルポーションとかね、補充しときましょう。うん。ポーションも一応買っとくか。はい。では、グランドリオンをカエルに渡しに行きましょう。もうね、この真の姿を取り戻したグランドリオンを見れば、きっとカエルも考え直してくれるはずですよ。失った自信を取り戻してくれるはずです。よいしょ。これかな確か。うん、これですね。ちょっとここから遠いんだよな。もうちょっと近くにゲートがあればよかったんですけど。さあさあ、カエルの元に急ぎましょう。急ぎましょうなんだけどね、ここね、また敵が出るからな、どうしても。もうこいつらから逃げます。あれ、いつの間にかロボが2番目になってる。まあ、いっか、どうせカエルが入ってくるから、今順番変えてもあんまり意味がないしな。よいしょっと。なんだろうね、昨日撮ったはずなのに覚えてないこともあるんだ。いや、ロボが2番目になってるって今気づいたし。いや、私最近やっぱなんかね、記憶、覚えてることと覚えてないことの差が本当激しいっていうか、なんでそんなこと覚えてんのっていう時もあれば、なんでそれを覚えてないのっていう時もあるんでね。はい、ここはうまく通れるかな。うまく通れるか。いけた。いや、よかったよかった。カエル、持ってきたぜ、グランドリオン。またお前たちか。まさか、この剣はグランドリオン。少し考えさせてくれ。今夜は、ここで休むといい。うん。これは、どうやら、階層のようですね。ま、多分、中世なんだから、おそらくカエルの階層なんでしょうね、これは。行ってしまうのですね、サイラス。ええ。そろそろ誰かがゴールデンフロークのやつからあのバッジを奪い返しても良い頃かと。それに伝説の剣とやらもこの目で確かめてみたい。サイアスよ、お前はこの国にとって必要な男。また私とリーネにとってもかけがえのない友人だ。きっと戻ってくるのだぞ。命ある限り必ず、たとえこの身に何があろうとも。それではこれにて。うん。サイラスという人名がちょこちょこ出てましたけど、どうやら、このガルディア王国に仕えてた騎士みたいですね。うん。で、どうもこの感じを見るに騎士団長かな？我ら、王国騎士団一同、皆、団長の旅のご無事を祈っております。お前たち。あとのことは頼んだぞ。随分慕われてるみたいですね。またしたな。さあ、行くとするか。うん。グレン、あなたも気をつけてね。
王妃様どうかお元気で。うん、このグレンっていうのはどうもサイラスが一緒に連れてくぐらいですから、まあすごく心の許せる友なんでしょうけど、見た感じそんなに強そうには見えないですね。まあでもサイラスが連れてくぐらいだからそれなりに強いんでしょうね。この勇者のバッジが欲しくば力づくて取ってみよう、王国の騎士。グギャ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 。無論そうさせてもらう。行くぞ、ジフロッグ。ニルバーナスラッシュ。やりやがったな、この野郎。なんでいくんだ、バッジ。覚えてやがれよ、畜生め。いや、そんなすぐに手放すんだったらもう盗むなって話なんですけどね。危ない、グレン。サイラス、剣が、グランドリオンが。なるほど、ここでグランドリオンが折れたわけですね。どうした、もう終わりなのか。伝説の剣が折れてしまっては手も足も出まいが。まだだ。サイラス、俺はもう。グレン、俺が奴らの足を止める。その隙にお前だけでも逃げろ。しかしこのままでは二人ともやられる。行くんだグレン。余裕だな、サイラスとやら。人の心配などしている場合か。これが九段の魔王ですね。いいかグレン、行くぞ。うわぁ、イラス、逃げろ、グレン。王妃を、リーネ様のことを、頼む。なるほど、サイラスは魔王によってすでに殺されていたみたいですね。サイラス、どうした、貴様は来ないのか。蛇に睨まれた帰るってとこだな、若造。魔王様、どうです、この腰抜けを似合いの姿に変えてやるってのは。よかろう、我が前に立ちはだかる者は一人残らず消す。育児なしの虫キャラが。うん、なんとなくですけどカエルの正体が分かったかもしれませんね。あれからもう10年にもなるか。やれるか、この俺に、サイラス。起きろ、クロノ。俺にどこまでやるのかわからないが、行ってみよう、魔王城へ。奴は強いぞ。覚悟はいいか。サイエンスの前に敵はないわ。未来を見つけ出すために。はい、というわけで誰を連れていくかなんですけど、まあルッカですね。ルッカを連れていくことにしましょう。はい、ではですね、一旦ここで切らせていただきましょう。次回いよいよ魔王城へと突入していくことになります。
序盤の山場ですね。はい、それでは今回この辺でごきげんよう、さよなら、ありがとうございました。